こんばんは、シュンパイロットキョウキョウです。さて、マイクロソフトフライトシミュレーターに新しいアップデートであるワールドアップデート15がやってきました。このワールドアップデート15では、北欧のデンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、アイスランドとグリーンランドにあるランドマークを追加してくれます。このアップデートでどんなことが変わったかを早速確認していきたいと思います。まず詳しい内容に入る前に、このワールドアップデート15の容量を紹介します。今回のワールドアップデート15の容量は約 12.5GB になります。事前にハードディスク等の空き容量を確認してください。またコンテンツマネージャーにも過去のワールドアップデートの更新が含まれているので、もし対象のワールドアップデートを導入している場合は更新をしてください。それでは更新内容を確認していきます。今回のワールドアップデートで追加された空港は5カ所です。1つ目はノルウェーのレクネス空港です。ノルウェーのロフォーテン諸島レクネスにある地方空港で、滑走路の長さは953メーターです。空港の南部には人口約3500人のレクネスという町があり、町を分断するようにヨーロッパルート E10 という高速道路が通っています。このヨーロッパルート E10 は後にご紹介予定のスウェーデンキルナに向かうことができます。建物の規模は小規模で、ジェネアビキ隊またはボンバルディアのダッシュ8のようなターボプロップ機向けの空港となっています。雪が降る地方のため、空港には除雪車が止まっています。空港の室内も確認できるようになっており、チェックインカウンターや待合室があります。この待合室の中には、ノルウェーの観光地であるロフォーテン諸島の写真が飾られています。空港から南西に飛んでいくと、ロフォーテン諸島のフィヨルドを確認することができるので、観光のスタート地点として訪れてみてはいかがでしょうか。2つ目は同じくノルウェーにあるモーイラーナ空港です。ノルウェーのヌールラン県ラーナにある地方空港で、滑走路の長さは800メーターです。空港から少し離れた場所にロスウォルという村があります。空港の周りは丘に囲まれているため、 ILS 等の施設はありません。空港へのアプローチは東京国際空港の LDA アプローチと同じように、一定の場所までローカライザーを使用して機体を誘導した後、左に旋回して着陸するといった少しトリッキーなアプローチになっています。このモーイラーナ空港も建物の規模は小規模で、ジェネアビ向けの空港になっています。この空港も中はしっかりと作り込まれており、待合室には鳥のオブジェがあったり雑誌等が置いてあったりします。チェックインカウンターはこんな感じです。旅行用のスーツケースがたくさんあります。自然豊かな山の中にある着陸が少し難しい空港です。3つ目はスウェーデンのキルナ空港です。スウェーデン最北にある空港で、滑走路の長さは2497メーターです。キルナの人口は約2万3000人で、主要な産業はキルナ鉄山から取れる鉱業です。空港から西に少し移動すると鉄山を確認することができます。空港の規模は中規模で、エアバスの A320 が駐機できるほどの広いスペースを確保しています。建物の色は雪国でよくあるような赤い塗装になっています。残念ながらこの空港の中には入ることはできません。スウェーデン最北にある空港に来たい方は、このキルナ空港に訪れてみてはいかがでしょうか。4つ目がフィンランドのイバロ空港です。ラッピ県北ラッピ郡稲荷地方にあるイバロ村近くにある空港で、フィンランドの中で最北に位置する空港です。滑走路の長さは2493メーターです。
2本の滑走路があるように見えますが、1本は誘導路に改造されています。今も工事を行っているのか、何名か作業員がいます。空港の建物の規模は中規模で、茶色の塗装が特徴となっています。この空港は中も作り込まれており、受付を行うチェックインカウンターと、特徴的なデザインのベンチがあるラウンジや手荷物を受け取るスペースが用意されています。空港から南へ25キロ移動すると、リゾート地として有名なサーリセルカ村があり、夏にはトレッキングや釣り、冬にはウィンタースポーツなどを楽しむために多くの観光客がこの空港に訪れます。最後の5つ目がアークレイリ空港です。アイスランドの北部アークレイリにある空港で、滑走路の長さは2400メーターです。主にアイスランドのレイキャヴィークとケプラヴィークへの国内運航に使用されていますが、2010年に発生した噴火ではケプラヴィーク発着の国際線の一部がアークレイリ空港を使用していたこともあります。この空港は建物内もしっかりと作り込まれており、待合室などを確認することができます。アイスランドはフィヨルドが有名になっているため、もし観光したいと考えている場合は、このアークレイリ空港に訪れてみてはいかがでしょうか。以上がマイクロソフトフライトシミュレーターで追加された5つの空港です。次はワールドアップデートで追加された衛星写真化された都市です。今回のアップデートで追加された衛星都市は全部で10カ所あり、今回はその中から4つをご紹介します。まず1つ目がスウェーデンにあるマルメという工業都市です。スウェーデンの中では3番目に人口が多い都市で、主にコンクリートと造船業が盛んな町になっています。2つ目が同じくスウェーデンのイエテボリと呼ばれる、スウェーデンの中で人口が第2位の都市です。国内で最大の港湾施設を有しており、貿易と海運が主要な産業になっています。夏場は天候の変動が激しく、にわか雨などが多いため、地元では小さなロンドンとも呼ばれています。3つ目がコペンハーゲンです。このコペンハーゲンはワールドアップデート5でも衛星写真として追加されていましたが、今回のワールドアップデート15では衛星写真のデータが更新されています。そして最後がノルウェーの首都のオスロです。これ以外にもご覧の都市が衛星写真の都市として追加されています。最後にランドマークをご紹介します。今回のアップデートではグリーンランドが含まれており、その中には仮設の滑走路があります。現在映っているのはそのうちの一つであるサミットステーションというランドマークです。二つ目がサルマール社のオーシャンファームです。ノルウェーの沿岸を北上していくと見えてくる黄色の施設で、ノルウェー発の海洋養殖を行う施設になっています。黄色のイケスの中には150万匹のアトランティックサーモンを養殖することができるようになっています。普段は黒い部分は沈んでいますが、マイクロソフトフライトシミュレーターの場合は浮き上がった状態になっています。3つ目はデンマークにあるグレートベルトリンクです。デンマークの東部と西部をつなぐ長さ 18km の橋で、西側は鉄道と道路が併用された橋で、現在映っている東側は道路専用の橋になっています。長い橋なので、晴れていれば高高度でも橋を見ることができます。最後がノールカップと呼ばれるヨーロッパ最北端の岬です。ノールカップの名前の由来は、イギリス人探検家がここが最北の地だということで、北の岬を意味するノースケープと名付けられ、それをノルウェー語に訳してノールカップとなっています。北極圏に位置することから、夏は白夜を見るために多くの人が集まり、冬はオーロラが観測できるので人気の観光スポットになっています。ワールドアップデート15で更新された内容をご紹介しました。ぜひワールドアップデート15を導入して、新しく更新された北欧の世界を飛んでみてはいかがでしょうか。
最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは良いフライトを。